ずらりと立ち並ぶ模擬店、秋になり学園祭シーズン到来ですね。こんばんは。今日は野々市市にある金沢工業大学に来ています。明日明後日行われる校大祭、今日は先ほど午後5時から前夜祭が始まりました。では早速お話を聞いていきましょう。校大祭実行委員会の高橋さんです。高橋さん、よろしくお願いします。なんとですね、高橋さんはですね、1年生の時から委員会に所属、校大祭の上に4年間力を注いでこられました。今年はご自身にとって最後の校大祭となりますが、気合の方はいかがですか？もちろんたくさんのやっぱ思い出とか、いろんな思い出が詰まった校大祭になればと思っております。はい、楽しみですよね。毎年あのテーマを設けられているそうなんですが、今年のテーマ教えてください。はい、今年のテーマはエクシードです。はい、突破する、超越するという意味の言葉で、学生が秘める無限の可能性、困難に立ち向かい突破する力を表しています。素晴らしい。学生たちがそれぞれの特色を生かした企画を運営するので、皆さんとかけがえのない時間を共有できればと思っております。エクシードの校門前にあるテーマ看板も力強くて、その気持ちがこう前面に出ていましたよね。はい、では早速模擬店の方も、ね、見ていきましょう。本当にすごいいい香りがします。たくさん、はいはい、何店舗ぐらいあるんですかね？部活やサークルなど含めてですね、19店舗出店しております。19店舗、何を揚げてるんですか？はい、何これ、あ、ポテトだ。今ポテト揚げてるんですよ。揚げたてでね、本当に食欲をさすられるいい香りがしてますよ。大好きですよ。たくさんの方にね、いろんなお店行っていただきたいですよね。はい、さらには焼きそばのね、このソースの香りがね、本当に美味しそうなんですよね。はい、この学生さんたちが手作りで作ってるところもね、この接客もまた賑やかでいいですし、またの学園祭ならではの手作りのこう愛情こもった看板もね、見どころの一つですよね。可愛らしい看板見つけましたよ。こちら何を売ってるお店なんですか？はクロッフルっていう韓国初のスイーツのお店で、クロワッサンをワッフル生地で焼いて、おしゃれな可愛らしいスイーツになってます。クロワッサンとワッフル、そしたら一つお願いします。はい、わかります。プレーンチョコ、一部メープルあるんですが、今回はプレーンお願いします。はい、好きな2つの合体しとるよな。本当に美味しそうですね。いい香りがするんだろうな。はい、どういった学生さんたちでこれは運営されてるんですか？これは6月に開催された大学内での女子学生向けの座談会で出会ったメンバーで構成されている団体で活動してます。工業大学というとなんか男性の方が多いイメージあるんですが、こうやって女子学生の皆さんも一緒にイベントなどをやってるんですよね。あ、そうです。できましたね。 ありがとうございます。見た目は本当にワッフルっていう感じですね。いただきます。パウダーがかかってね、シュガーパウダーで。あれ、いい音って言ったんや。すごい、バターの芳醇な香りが口いっぱいに広がって香ばしくて美味しいです。いいね。うん、ごちそうさまです。ありがとうございます、ね、この美味しいものが食べられる模擬店の他にも、屋内でもイベントたくさんあるんですよね。はい、クイズや VR 体験、占いやゲームなど幅広い世代に楽しんでいただける企画があります。本当に内容盛りだくさん。屋内企画は明日からなんですが、その一つをですね、先ほど特別に見させていただきました。はい、こちらご覧ください。大学内の建物の一つ、23号館にやってきました。こちらの講義室では注目の企画が行われているということなんです。能登応援プロジェクトの蓬沢さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どんな企画を考えていらっしゃるんでしょうか？はい、私たちは能登応援プロジェクトでは、珠洲市大谷地区の資源を使った商品を入れた大谷ガチャというカプセルを設置しております。うん、大谷ガチャ、こちらですね。これ設置したきっかけは何だったんでしょうか？はい、能登半島地震の後、私たちにも何かできないかと思い、教職課程を履修する学生延べ150人を中心に、JA さんと一緒に支援活動を行いました。珠洲市の教育支援ボランティア活動中に出会った大谷小中学校の生徒さんが、地域の魅力的な資源などを詰め込んだ大谷ガチャを考案したんです。素敵。とても良かったので、より多くの方に知ってもらいたいと思い、校大祭でも設置いたしました。そうだったんですね。菅井さん、ぜひやってみてください。はい、中身は4種類あります。楽しみです ね、 楽しみだね。これはあと500円に100円玉5枚でできるんですね。はい、100円玉を入れて、何が出てくるかな、楽しみやね。あ、出てきた。
さあ中身は何だろう。よいしょ、よいしょ。これは何ですかね。これは磁石ですね。マグネットが当たりました。これ何に使われてるんですか。これは珠洲市で使われているシーグラスを使ってマグネットが作られています。そうなんですね。すごい可愛らしいですね。他の中身も気になります。他にも大谷地区で取れたシーグラスや貝殻を使ったアルマストーンやキーホルダーなどで高台祭では手作り体験ができます。プロジェクトの売り上げは全額能登半島自身に寄付いたします。そうなんですね。さらに会場ではメッセージも書けるんですよね。はい、会場ではメッセージカードが用意されてますんで、能登への気持ちや応援などを書いて、あちらのボードにぜひ貼っていってください。はい、大谷ガチャ、そして制作体験を通して珠洲そして能登を応援していきたいですね。山口沢さん、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。子どもたちの思いをつなぐ素敵な企画で多くの方に来ていただきたいですよね。そして私たちの後ろにあるメインステージも注目なんですよね。はい、学生バンドや吹奏楽、ダンスステージなど盛りだくさんです。ぜひ高台祭へお越しください。はい、詳しい情報は高台祭のホームページをご確認ください。本当に盛りだくさんですよね、内容が、はい、以上金沢工業大学からお伝えしました。